はい皆さんお疲れ様です、えー。本日はビットコインちょっと見ていきますか、えー。ピックアップしたニュースですけど、こちらになります。えー、JP モルガン、FRB の利下げによる強気相場を否定、暗号通貨の今後はということでね、はい、えー、JP モルガンチームは金利引き下げが迫っているにもかかわらず、強気相場の可能性を否定していると。うんミスラフマテイカ氏は チームと市場の現状について洞察を共有します。暗号通貨市はは衝撃に備えます、はいということで、えー、暗号通貨のところだけちょっと紹介しますね。はい、仮想通貨市場は衝撃に備える。えー、特に仮想通貨市場は JP モルガン連銀の利下げのニュースに懐疑的な反応を示した。業界関係者は利下げ期待にもかかわらず、仮想通貨市場は低迷していることに懸念を表明している。 ビットメックスの共同創業者アーサー・ヘイズ氏は本日 X に投稿し9月の利下げが期待通りに進まない理由を明らかにしたヘイズ氏によるとジャクソンホールでの利下げの兆候が見られて以来 BTC 価格は10%下落しているこの市場の反応は利下げでリスク資産が勢いを増すという通常の予測とは対照的だコインギャップによると最近のビットコイン価格分析では この主力コインが5万3,500ドルあるいは5万ドルの底値から反発し今後の動きを後押しする可能性があることがさらに指摘されている背景としてヘイズ氏は短期国債と比較した PRP ファシリティの有効性はリバースレポってやつだね PRP って。うん 資金をリスク資産から遠ざけることであると明らかにしていますこれが市場が現在金利引き下げシナリオの恩恵を受けていない理由を説明しています rp rrp だ間違えたごめんなさい rrp レバースレポファシリティにより金融機関はフェドに資金を預けて利益利回りを得ることができます 一方、JP モルガンの発言は業界全体に波紋を呼び、現在の暗号通貨市場の動きを正当化している。はい、ということで、えーちゃんとはい、それではビットコインの突、ね、き足のドル建てになりますけど、今日ドル建てと円建て、両方見ておきますか、えー、ドル建ての突き足確定、えー、これしましたけどね、まあ、注目したいところは、まあ、このレベルですよね、この実態からこの比減先あたり。うん えー、月足確定したけど実体はその中に一応収まっているといえば収まってるねこれね、うん、このレベルねギリギリ収まって確定してるけど一応この、うん、ここら辺か、ね、この実体の、えー、6万800ドルあたりかなの水平線は、えー、実体をまあはみ出てね、えー 確定させたという感じだね、はい。ということと、あともう一つはこのやっぱりね、平行チャンネルだね。うん、これをもうねあの、外に出てきてしまったと、ね、いうことを、えー、いつものね、動画の中では言ってきてるので、ここをね、上に戻れないよという話ですね。はい、ということで、えー、冷やし見ていきます。はい、冷やしのビットコイン、ドル建てですけど、うん えー、一旦ですね上にね振って、うん、またやっぱこのね斜めのラインもあるし、うん、この高、ねうんここ、えー、左肩になってるから左肩中央そして左側右側、うん、の肩作ってくる一応可能性があると。で前回の動画では。 あの円立ての方でねあんまり横に動かないかもしんないっていうね話したんだけど一回こう戻してるからさまたやっぱりあの横軸ねこう作ってくるのかなっていうね感じには見えるねあの斜めのラインもあるしね。うん、ということでまあ戻れないということがねまあ分かっていればねまあこっからね上はないってことなんですよね。うんはい、まあだけどこのラインをさあの どののぐらいいトレーダーダが引ててるかってことだよね、うん、例えばね、うん、まあそこら辺はちょっと分かんないけどねこのラインが正しいかどうかっていうのも分からないしどのぐらいの人が意識して引いてるかっていうのも分からないけど、まあ、自分の分析的にはまあ上ないかなって思ってるんですよね。と、うん、いうことは短期的なねこの回復をねあのグリーンキャンド作って回復させてるんだけど上から売り込まれて下げていく可能性の方が強いっていうねそれか横に展開するってことだよね。 はい続いて円立ても見ておきますけどまあ円立てはねいつもね、えー、分析で使ってるんで皆さんもう分かってると思いますけどね、えー、今言ったのはねこの横軸ですよねあんまり作らないかもしれないっていうね話しましたけどそんなこともないような感じだね。<laughs> ねはい、ということで左肩があってこれからね横に展開して右肩作って落とすみたいなねうん。 元々の分析こんな感じのね動きするんじゃないのという話してきてますけどまあ可能性はねやっぱりあるなと思ってますはい、えー、短期的にはね、うん、これ上にねこういくかもしれないね、うん、たださエリオット波動的にもさこれを下げてくれてたじゃないですかで ABC でしょで下げの ABC だよねそしたらうんっていうのは今のところ自分のメインシナリオだよねうん っていうことでねやっぱりね、うん、まあ横展開かなねまず、うん、でリップルとセラの話今日は朝動画出しましたけど横展開がビットコインできるんだったらねリップル上がってくる可能性あるよねセラも、うんね、下げないんだったら、うん、まあリップルとビットコインあビットコイン建てのリップル見るとさ リップルのが強いってことは朝の動画でもう見て分、うん、かってるから上がってくれる可能性はあるとねただまあビットコインはこの動きされるんだったら朝上に行くって言ったけど、うん、ちょっとどうかなっていうこともね思ってるねはいということでコメントいきましょうはいそれではコメント紹介やっていきましょう、えー、この動画ですねビットコインリセッションに巻き込まれて回復できないパターンはこれだということでね 動画は4日前ですね。はい。そのコメントやっていきます。はい。H さん、えー。5万切らないにしても5万付近まで下がる可能性は全然あるよねって。個人的には下がってほしいということでね。うん。えー、先ほどのね、ニュースでも話したんですけど、JP モルガンの戦略チームはね、投資戦略チームはね、五万ドルあ、アーサー・ヘイズか。アーサー・ヘイズの意見だったっけうん。5万ドルで反発するみたいなね、見方してるようですね。一緒じゃないですか。ね。 はいいありがとうございます1 6 9 2えーえー、私も爆上がりの前にズドンと強烈な下げが来ると思います、えー、4年前も確かそんなことあったと思いますいつもありがとうございますはい太鼓さん、えー、もう一回でかい下落来てくれたら嬉しい XRP 残りの資金全部ぶち込め <laughs> 短期で資産形成 <laughs> 了解しましたはい、えー、A さん 400万円あってほしいなーってね。400万円まではあるかなどうかなねうん。まあ、下がってくれたら、まあ、買うだけだよね。はい。ということは思います。はい。次の動画いきましょう。はい。続いて、ビットコインは米国リセッション暴落っていうね、S&P500 のね、分析した動画ですね、えー。これも4日前になりますけど、そのコメント読んでいきましょう。はい。緑さんでいかな。えどうい、えー、最後の利下げに入って、 いくと考えます。考えています。えー、トランプ大統領が誕生したらイーロンマスクが政府の。養殖に就くと報道されているので、そうそう。うん、そんなこと。あ、あるね。うん。ね、エックス、関連銘柄を買い出したいと考えています。はい、了解しました。はい、テさん。フラグ立てすぎと。<laughs> 了解しました。はい、シーンさん、えー。ビットコインめちゃめちゃ、めちゃくちゃ弱すぎって。え、ね、今でもちょっと弱いね。今日は少し回復したけどね。 うん、やっぱまだだけど弱いよなっていうことはちょっと思うねはいありがとうございますはいええー、テスさんにかなうん、えー、巨大なブルフラッグにしか見えんけどなってなるほどね了解しましたはい、はい、それでは最後の動画ですけど過去のね利下げどういうふうにビットコインが動いたかという動画でしたけど一六きんにさんチャンネル登録者6000人おめでとうございますありがとうございますはい、一六にさんありがとう <laughs> 皆さんありがとうございます。6 0になりました。はいえー、これからもよろしくお願いしますえー、9月から10月で会話そうですね。ってね。うん、9月にやっぱね下げてきてで、10月に復活するみたいなね。やっぱ俺もイメージだね。うん、そんな感じかな。はいということで9月ね。まあ落ちてくるかどうか分かりませんけど、今のところ落ちてくるという。まあ分析になってますので。 えー、ビットコインはね、まあ、9月ね、うん、まあしっかりとね、えー、まあチャート見ていってどこで買うかっていうのはもう皆さんにはねもう一応お伝えはしていますけど、うんえー、その通りに、ね、なるかどうかしっかりとね見届けていくので、えー、今後もね動画見ていってください、はい、ということで本日の動画は以上になりますけど、えー、よかったらね、えー、グッドボタンよろしくお願いしますでは失礼します